皆さんこんにちは、こんばんは。ということで速報です。ドラクエのカレンダーが神すぎるということで本日届きました。あ、ネットで一冊買ったんですけども、ネットだとですねちょっと 2,3 日かかるということで、店舗で買ってきたということで2冊持ってるんですが、雑誌の付録なんですけども、まあ930円で考えた時にこれは素晴らしいカレンダーだなと思ったということでですね、僕動画投稿しているのでどうしてもですね調べることがあるんですが、そのですね調べることが書いてあるということで、これいいなということで買ってよかったなということですね。動画の後半にですねそちら実写でですねどんなカレンダーなのかねご紹介していきたいなと思います。そしてですね、その日経トレンディという雑誌なんですけども、堀井さんとですねプロデューサーの方のね対談載ってるんですが、そこでですねいろんなことが語られているんですが、もちろんね全てですねご紹介できませんけども、こんな感じの話がありますよということでですねいろいろ語っていきたいなと思います。そしてですね今週なんですが、 Amazon の予約数ランキングが1位ということでですね、 CM 流れたらどうなっちゃうんだいということでですね、そこらもんですねお話ししていこうかなと思います。それでは早速やっていきましょう。ということでですね、カレンダーって何ぞやって人もいらっしゃると思うので、ちょっと改めましてね、ご紹介するんですが、こちら見てください。Amazon なんですけども、日経トレンディ2024年12月号ということでですね、こちら、特別付録としてですね、HD2D 版ドラゴンクエスト3の特製カレンダー2025年がついてるということでですね、こちら値段ね、930円なんですよ。なのでまあ、930円でまあ、ドラクのカレンダーが買えると思ったら安いかなと思って僕買ったわけなんですが、でね、こちら見てください。こちらね、はい、一番ね、最初のページじゃなくて表紙みたいなところにこちら書かれてるわけなんですが、ネットで話題になりましたよね。あ、クロノトリガーのあれだなって言われてたんですがね、中身がまたちょっと可愛くて、これねすごいこと書かれてたんですよ、こちらにね。はい、後でねちょっと後半にですね実写でご紹介しますが、僕にしたら素晴らしかったということで、ただね先ほど言った通り、なんで2冊買ったんないっていう話なんですけども、こちらね皆さんねちょっと見てほしいんですけども、10月3日ぐらい届くんですよ、これね。2日もね待てないじゃないですか、ということでですね2冊買ったということで、まあ、ドラクエのねカレンダーがね930円で買おうと思ったら安いじゃないですかね。でこんな可愛いものでこんな可愛いんだよ、2025年ということでね、リビングにあってもいいし寝室にあってもね邪魔にはならないじゃないですか、こんな可愛いカレンダーということですね。2冊買ったというお話でした。そしてですね、この雑誌なんですけども、新たにですね、インタビュー記事が載ってましたということで、V ジャンプにですね、攻略本のですね、インタビュー載ってたんですが、それと全く違ったものだったということで、いろんなこと書かれてたんですが、文字全部載せられませんけども、まあ、どんな内容だったのかというのをですね、ちょっと簡単にですね、まとめていこうかなと思います。詳しくね、見たい方はですね、ぜひね、購入してみてくださいということで、まずはこちらですね、今作はもう一つの物語の軸としてオルテガを描く、最後のシーンまでということでですね、今回なんですが、皆さんご存知の通りオルテガの過去がいろいろわかるということで、本日ですね公開されたですねファイナルトレーラーにもですねサイモンがですね一緒に戦ってるとかいろいろ出てきたわけなんですが、あれがねどういうどのタイミングでどっか街入ってきたら、いやここにねオルテガさんが来てって感じで回想シーンが始まるのか、僕の動画にですねオルテガって今回ね操作できると思いますかってコメントいただいたことがあるんですけども、さすがに操作はどうかなと思うんですけども、あのイベントシーンみたいなね回想シーンみたいなところで操作できたりするゲームってあるじゃないですか、主人公以外を、どうかな、これねあったらすごいと思うんだよね。で発売してこれが判明したらネットニュースになると思うし、僕もねこれ一本で動画撮れるぐらいのレベルのオルテガ今作は操作可能っていうので面白いと思うんですが、まあさすがにどうだろうな、まあ、戦闘シーンとかねあってもいいかなと思うし、もしかしたら今回ね神竜の願いが、神竜が出るか分かんないんですけど、神竜の願い事でもし仲間に生き返らすことができて仲間になったら分かんないですもんね、もしかしたらパーティーに入る可能性も今後もあるかもしれないというか、そこらちょっと期待したいわけなんですが、もう一つのですね、物語の軸としてオルテガを描くということで、もう一つの世界でもしかしたらイベントシーン、はい、あちらの世界の歩みとかがもしかしたら分かったりするのかなということでですね、全世界のですねオルテガファンをですね歓喜するような内容になってる可能性があるんではないのかなと思いました。そしてね今作なんですけども、難易度のこと結構言われたじゃないですかね、いるいらないってありましたが、なんか堀井さんが決めたらしいですよ、作ったというか入れましょうと言ったみたいなことが書かれてたということで、あとエンカウント率とか敵の強さなどは堀井さんにですね、まあプロデューサーというか作りの方がですねこんな感じでどうですかということで、まあそこからこうした方がいいんじゃないのかみたいな助言というのかなって感じで決めたみたいなことが書かれてたということで、あの難易度の名前あったじゃないですか、であれもですね堀井さんが決めたらしくて、なのでプロデューサーの方がこれはですね、まあ堀井さんじゃないと出なかったね名前じゃないのかなみたいなことも書かれてました。そして今作なんですがプロデューサー
いわくですね、音へのこだわりがすごいということで、オクトパストラベラーから引き継いだということで、オクトパストラベラーを作った、ね、方がですね、今回ドラクエする HD2D リメイクを作ってるということで、プロデューサーに抜擢されてるということなんで、今回ね、あの HD2D リメイクのですね、あのね、HD2D 作品のあのキラキラした感じは引き継がれてるじゃないですか。僕オクトパストラベラー大好きなんですが、そしてオクトパストラベラーね、戦闘のですね、効果音とかもね、いろいろね、素晴らしかったりするんですよ。ということでですね、オクトパストラベラー好きな人にはたまらない作品になると思いますし、 HD2D という作品やったことない人はですね、感動できるんではないのかなと思います。そしてですね、魔物使いの裏話ということで、他でねちょっとご紹介されてるかもしれませんが、ちょっと僕初めてだったのでちょっとご紹介するんですけども、魔物使いが入ったのがですね、フィールドが大きくなったためらしいです。はい、で書かれております。そしてモンスターバトルロードにしたのでですね、それなら新職業出そうと思ったということが書かれたということで、今作ねフィールドめちゃくちゃね広くなってるじゃないですかね。でデコボコしてるというかね、はい、平らな道ではないわけなんですが、そして街で言うとですね、リメイクとかオリジナル版からですね比べると、どれぐらいって言ってましたか、4倍か5倍って言ってたんですね。で街にもですね、はぐれモンスターがいたりですね、フィールドにはですね秘密の場所があったりということで、その新要素を入れるためにですね、モンスターバトルロードもそうですけども、それなら新職業出そうと思ったということで、それにね伴いですね、魔物使いも強くしてますよ的なこと書かれていたので、まあ1周目は魔物使い確定じゃないのかなと思います。はい、で、はぐれモンスターはもしかしたら全員集めたら何かっていう要素もある可能性もあるので、ちょっと分かんないんですけど、で集めた数に合わせて多分モンスター爺さんがなんかもらえてるっぽいんですよね。なのでまあ1周目はですね、まあモンスターまあ魔物使いをまあ連れていった方がいいのかなと思いました。そしてですね、雑誌の最後にですね、まあ、各職業のですね説明みたいなものが書かれているんですが、ちょっと気になったというか、これあったのかなと思ったんですけど、まずこちら遊び人なんですけども、あ、これね公式のやつですね、はい、 X なんですが、遊び人のところにですね、ハッスルダンスって書かれてるんですよ。ハッスルダンスってどこかが確定でありましたっけ。僕がちょっと見落としてたらあれなんですが、こちら見てほしいんですけど、ツッコミ口笛ハッスルダンスと、書かれてたので、遊び人がですねハッスルダンスを覚えることは確定なので、まあハッスルダンスね、ベホーマラーの前のですね貴重なね全体回復なので、そうなってくるとその後のね転職も考えると遊び人も必要になってまあ来るのかということになるんで、どこにも書かれてなかったはずの、書かれたら申し訳ないんですが、そしてね、舞踏家なんだけども、これね書いてんのかな、あとね必中剣って書いてましたよ。必中剣って書いてたので、まあレベル上げですよね、メタル系には必要になってくるのかなということで、こちらがどこにもし書いたらね、ちょっとこの2つね、どっかのサイトとかですね、動画で語られたらあれなんですが、もうちょっと初めてだったのでちょっとびっくりしたということですね。遊び人がハッスルダンス、そして武道家ではですね必中剣が覚えるということがですね、分かりましたというお話でした。他にもですね、いろいろなこと書かれていました。はい、オリジナル版の制作秘話など語られたので、興味のある方はですね、ぜひね購入してみてください。カレンダーもですね後半にちょっとねご紹介しようかなと思います。ということでですね、ここからなんですが、予約数ランキングとんでもないことになってますよということで、こちら見てください。ファミ通なんですけども、 Amazon の予約数ランキングがですね、11月14日発売の HD2D 版ドラゴンクエスト3が1位ということで、おめでとうございます。素晴らしいですね。はい、もう予約もね増えてきたということで、一体どこまで行ってしまうんだいということでですね、まあ30万パッケージね、まあ、一番最初にですね初週売上を発表するのがですね、ファミズさん、パッケージ売上だと思うので、まあ30万、今年で言うと一番売れてる国内のねパッケージ売上初週が、ワイナルファンタジー7のリバースということで、26万なんですけども、まあそれは超えてくるんではないのかという、今年パッケージ売上初週で言うと一番売れてるんではないのかな、売れていくんではないのかなと思うということで、どうなんですかね、30万超えて40万、去年発売されたですね、ドラクエ、モーター3が初週売上が30万超えていたので、まあ、それは超えるんではないのかなと思いますし、40万初週売上でパッケージだけでも40万いったらとんでもないことだと思うんですが、今作ね久々だということでですね、パッケージで買いたい人もいると思うんだよね。まあ、僕ちょっとダウンロード版でね、はい、ちょっと買おうかなと思っている、まあ、買うんですけども、ちょっとパッケージ版もね、プレス5版でパッケージ版買おうかなとちょっと思っているんですけど、まだねあれなんですが、ということですね、今週予約数がですね1位ということで、おめでとうございました。実写パートです、よろしくお願いします。ということで
ということでですね、こちら本日ですね購入してきた、まあ、雑誌の付録なんですが、ドラクエのカレンダーということでめちゃくちゃいいでしょ。これね980円で単発で売ってたとしても買います。はい、僕は買ってると思います。はい、ということでですね、こちらなんですが裏がこんな感じですね。で表なんですが、クロノトリガーのあのシーンということで、これねかなり海外で話題になりましたよね。素晴らしいなということで、次の絵師はこの方でいいんじゃないのかと言われたということで、こちらすごいですよね。ということで中身見ていきましょうか。ということでじゃじゃん、スライムが現れたとか、これね先ほど言ったんですが素晴らしいものが書かれてるんですよ。こちら見てください、カレンダーにですね見てほしいんですけども、ドラクエの発売日入ってるんですよ。僕ね動画出すので今日何の日かなとか、あれ発売日いつだったかなとかね、いろいろ見たりするんですね。一応あの予想じゃなくてね、あのまあ考察ってほどじゃないんだけど予想とかするじゃないですか。なので発売日に何か言ってくるかなっていう時にですね、ここ調べたりするんですよ。これ書いてるということで、でどん中身ちょっと見ましょうか。でこちら3月4月が爆弾岩、多分ネタバレはないと思うんですけども、そしてこちら5月6月がバラモスということ、本日ねファイナルトレーラーで出てきましたよね、ボイス付きということで。ダイオウイカ来ました、ダイオウイカ。これもですね幽霊船にいたっぽいんだけれども、ボスじゃなくてはぐれモンスターかじゃないのかって話なんですが、にしてもでけえなということで。であとこれが7月8月、やっぱ7月8月ということは海なんだね。で次は来ました、これ全部はぐれモンスターだったりするのかちょっとわかんないんですけども、9月10月ということで、ミミック出てきましたね。はい、今後皆さんねピラミッドで殺されると思うんですけども、そして11月12月ですかということで、ベビーサタンイオナズを唱えたということで、一番最後のがこれが、あー来ましたね、かっこいいですよね。でこんな感じでいろいろ書いてるということでですね、こちらね、でねですね5月ちょっと見ていきましょうか。5月なんですが、まあ、皆さんねもうね自分分かってると思いますけど、5月ね、はい、こちらドラクエの日、ドラゴンクエストの日とか入ってましたということでですね、ドラクエ1&2のですね発売載ってたらね熱いんじゃないかって話もありましたけど、まあさすがにそれちょっとないかなということでですね、こんな感じの930円ということで、僕はですね大満足のカレンダーでした。皆さんお疲れ様でした。ということでですね、本日2本目の動画だったわけなんですが、ファイナルトレーラー見ましたか？ぜひですねあちらね、スクイーンさんのチャンネルにありますので、そちら見てからですね僕も動画出してる、そちら見ていただけると嬉しいかなと思います。ということでですね、発売までもう14日ぐらいですかということでですね、ちょっと緊張してきたわけなんですが、まあファイナルトレーラーということでどうなんだろう、もうこれ以上情報出ないんですかね、どうなんだろうかなと思うんですが、まあ他のメディアとしてね、トレーラーとしてはないけど、もしかしたらメディアの他のメディアがですね、ゲームメディアが新しい情報を出してきたりする可能性は十分あると思うのでですね、今後もですね何か分かり次第ですね、はい、動画でねすぐねご紹介していきたいなと思います。ということで今回はこの辺で終わります。よろしくチャンネル登録、高評価などもよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。